さあついにやってきました。RC 東吾、こんにちは、ロスロです。マッティ坂です。はい、いろいろね、エンジンの経験者から多大な心配をいただいているこのエンジンカーリグドリプロジェクト、ね、かなり厳しいコメントも、コメントがいろいろ書いてあってね、すいません、あのエンジン素人です、ちょっと近かじてないんで。でね、今日はね、もうあのエンジンカーの方、はい、こちらです。ついにね、グドリの方を走ることにしました。うん、ついにね、このサーキットの中でどんだけ走るのかなっていうね、ちょっとね、マシンの方はね、前回の方を見ていただいて、一応もう最後ということで、まあ伊坂さん、どんだけ大変だったかっていうのをちょっと語っていただこうかなと思う。まあフロント周りですね、三浦さんに作っていただいたんで、テクラも三浦さん、はいはい、三浦さんです、はい、あとはその音を小さくするのにマフラーをいろいろいじってたら大変なことになったんですなるほどなるほど。あとやっぱりエンジンの年長をいくらこう合わせても、やっぱり特性的に今のドリフトで使っているようなブラシレスアンプとブラシ、ドリフト専用のブラシレスモーターのようにはコントロールができないので、乗ってる感じがドリフト始めた初期の頃のブラシモーターの単数の少ない、例えば23ターンとか19ターンでやると、握った瞬間にちょろっていっちゃう、あの感覚がありますね。あと気圧とかね、はい、天気によっても年長っていうのはね、変わってきちゃうんで、キャブのセットは本当難しいと思うんでね、中橋さん。今日ちょっと無理やり、かなり濃いめで、うん。じゃあね、これから走ってるとこ行きたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お、かかった。どうした？いや、かぶった。パワーがねえん？回転が打ち切らないんですよね。ああ、ちょっとだけ回してもらっても一瞬だけ。え、いや、どうします。あ、ちょっと、ちょっとありがとう。その、回転を落としたいところで、落ちてくれないんですよ。で、ちょっとね、今、走らせてみて、あ、走るなって僕は最初思ったんですよね。エンジンカーでも走るな、煙はもくもくですけどね。これ、前回のレーダー網とかでやったら多分怒られるやつ怒られるこりゃむずいな。ちょっと濃くしたんで、うん、いい？パワーが抑え気味、うん、ちょっとだけ。あんまぶつけんようにしなが。
なんかね、なんか一番最初にドリフトやってる人みたいな感覚だね。確かに伊坂さんの言う通りこれはむずいね結構。あそこむずい。これはねブレーキ使えないと乗れない。うん、多分オフだけだとちょっとむずいね。もうスピンする瞬間ぐらいにブレーキ入れて止めんと、伊坂さんありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、走ってみていかがでしたか。いや、ちょっと難しかったんですね。かなり手くずってくるくる回ったんで、途中からベテランの店長に変わって。ベテランっていうか、なんか難しい車乗るの。あ、僕上手です。上手です。僕ね、結構難しい車好きなんですよ。ですよね。いわきの悪気打ちみたいな感じ。あのね、これね、四駆の時の経験が生きてて、やっぱりその四駆の時っていうのはブレーキとかも結構もう抜き差しで、まあこういうのでね、バン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 調整するっていうのは、どうしました？はい、どうぞ。なんか痛そうだったね。アクセルオフだけだとちょっとかなりケツが出ちゃうっていう感じだったんで、まあ、あの辺で止めてやるにはどうしてもブレーキをこまめに入れてやらないと、そこで姿勢制御しないと本当にすぐ回っちゃうっていう難しいマシンではあったのかなと思って、だから乗れたんですよ。自分がなんかこうザーッとこうセッティング強いて強いて強いていくと、最終的に自動運転みたいな車にしちゃってるから、そういう人間には難しいかもしれないです、うん、ただこれに特化して練習すればいけますね。いける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 、うん、これね本当にまあいろいろね、今回急ぎの企画っていう感じでバン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 やってたんですけども、これでまあこんだけ走りゃちょうどかな。で実際コース幅っていうのも肉取りにしては結構広めなんですけれども、このエンジンカーの大パワーのやつとかだとやっぱりちょっと狭いっていうのがありますよね。で、あとまあ煙も黙々っていうことでね。そうですね、エンジンカーが走ることを許されてる公園みたいな広いところで、で、周りに迷惑かけないから遊べるかな、うん、もうやってる時途中でね、排気の悪い焼肉店におるような感じですよね。このツーストオイルの開ける匂いがたまらんって人もいるんですけどね。これは外がいいね。これ中でずっと何台も走ったらもうベトベトだよ。ちょっとロケットカー以来の煙でしたね。いや、ロケットはもっとやばかった。はい、そんな感じですよね。ちょっと今回面白企画ということでエンジンカー肉取りやってみたっていうところ、いろいろの方に協力いただいて、そうですよね。でも大成功ですよ。大成功ですね。大成功ということで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。